あうん、口喧嘩強くなりてダセーその願望をダセー、論破してああ論破ディベート的な、めちゃめちゃ口喧嘩が強くなりたい、いやなんかあの喧嘩強くなりてーみたいなのはなんかさこう不良っぽさの憧れであるけど、あんま口喧嘩強くなりてーってどうすんの、なんか口喧嘩ジムみたいなところなんか通いたいですよね、口喧嘩ジムにいや口喧嘩ジムにいきなり通うのちょっとハードル高いから、なんか、うん、あの普通にさ河原でさ、うん、はいはいはい、俺がなんか口喧嘩に負けてさ、うん、クソチクショーとか思いながら、うん、そのでかいなんか木の前とかでさ、はいはい、バカアホマヌケとかって言ってその木に向かって罵倒してたら、はいはい、そんな罵倒の仕方じゃ全然相手を心をえぐることなんかできねえぜみたいな、クソガキみたいな感じでみたいな、うん、つるっぱけの子ジジイが現れて、ジジイが現れてめちゃめちゃ口喧嘩の仕方教えてほしい、お前も口喧嘩強くなりてえか、出来損ないってもうすでになんかその風格を漂ってる口の悪さでみたいな、そんなベストキット嫌だわワーストキットじゃねえかそんなの最悪な口喧嘩まあ今はねいろいろパーソナルでね口喧嘩教えてくれるところもあるらしいから、ああそうなんだ、しかも加圧しながらやってくれるところ、加圧しながら喉加圧しながらすごい、もう、踏みしめられてる状態でも、うん。でもそれってあなたの感想ですよね。それ今、なるさんめちゃめちゃ鍛わってるから。高知で、標高高いところで口喧嘩してるのと同じ効果得られてますからね、なるさん今。もう確かにね、うん、酸素が少ないところで、そう、口喧嘩しようとすると、そう、頭回んないから、ボキャブラリー出てる。なんだっけ、なんだっけ。もうなんだよ、もう言葉出てこねえのか、ね。なんだよ、お前、そんな口喧嘩。あれなんか俺悪いことしたかなんてなっちゃうよ、倒れちゃったら失神したら、なんか失神はずるいじゃん、もうそしたら口喧嘩もちょっと強くなりたいんですよ。ああ、まあね、まあ口が立つというか、うん、まあ強いに越したことはないんじゃないですか。べしゃりが達者になりたい。はい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 、いいように言ったらね、うん、ああなんかディベート、はい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 、しません俺と先輩で。ああ、口喧嘩のトレーニングってディベートになるんだ。まあ、てか口喧嘩の本番みたいな、はい、なんでしょうね、なんか、まあ、論破したいみたいなところ、ね、口喧嘩がなんかちゃんと種目として成立するのがディベートじゃないですか。あ、まあまあまあ一部では競技口喧嘩なんて揶揄されてますけどね、公式大会みたいなものじゃないですかはいはい、だスパーリングを先輩としてさ、あ、うん、いいんじゃない。で今後なんかどういう場面においてもこう口喧嘩で勝てるようになれるみたいな、はい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 、感じになりたいですね。ああ、まあそうだね、結構ねこれからいろいろ活動を続けていくと口喧嘩する機会も増えていくだろうから、ね、いやそうだと思うんですよ、うん、やってたらいいんじゃない、うん、どうします、なんかテーマがありますよねディベートって。あーそうだよね、なんか是非みたいなやつね。そう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 、まあどうしよう、手始めは脳死は死か否かどうかとか。あーちょっと 重めですね手始めから結構答えの出ないやつじゃん。あとはなんかそうね、少年法のあり方とか。いや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 、なんかやっていこうか。重い重い重い、一橋大学の小論文みたいな入試いっちゃうかこれ俺ら受かっちゃうかそんなことやってたらもういいですよ、やってみますか。おいきますよ。脳死は死じゃねえよバーカ、体生きてるもんねアホ。いや脳死は死だし、だって全然なんか言葉言っても反応してこないから、もうなんか喋れないんだったらもう死んでるようなもんじゃん。はいバーカ、はい、死じゃない、いや死じゃない、死です、はい死だったら仮装、死だったら仮装すればいいのに仮装してません。いや死です、死じゃありません、死です。だってそれに関わる医療費とか家族の負担とか考えたら全然死と認めた方がすんなり行くこともあるんですバーカ。いやそれはその家族のその予算といいますか、その生活におけるだけの余裕によってその死っていうのが分類が変化されるのはおかしな話だと思うんで、それはそもそも理論として成り立ってありません。バーカブレてねえかいろいろ仕掛けようとしたけどごちゃごちゃなんか結果的に本当にディベートが始まった、なんか始まっちゃう口喧嘩からなんかいいディベートになる瞬間を今垣間見たひよっこがひな鳥になりよったで、ね、会場の上の方の席じゃないところでハゲのじいさんが見ていた、河原で出会った
もうちょっと脳死がしかどうかちょっと むずいわ。ああ、もうちょっとなんかじゃあカジュアルな。それやるんだったらもうちょっとあの、うん、論文とか読まないとさ。そうね。世間的に世界的にどういう判断が下されているのかとか。はいはいはい、はい。判例とかね。判例とか。臓器の提供とか、あの辺のことをちゃんともうちょっと取り入れないと。ああ、そうだよね、うん。なんかもうちょっとあの重くないやつ、ないやつ、軽いやつでしょ。なんだろうな。ツイッターでさ、はいはい、流れたんですよ。なんかブロンドのチャンネルのなんかコメンテーターがさ、ジジイだな言い方。なんかデートで怒らない男ってマジみたいな。ああ、いや、まあなんかね、ブロンドのチャンネル以外にもよく言われてる話ではあるよね、うん、なんかやっぱりその私は、うん、デートするために、はいはい、その可愛く、うん、こういろいろ服も着飾って化粧もして、はいはいはい、ネイルもやって、はいはいはい、眉毛整えて、もうすごいこの日のためにもう 何千何万ってお金をこう費やして自分を磨いてきた、あなたのデートのためよ、はいはい、あなたのデートのためにこんなに磨いてきて、うん、それでデートしに行って、あなたは別に特に何も努力もしていないのに、うん、食事に連れてって、はいはい、でそれでご飯もおごらない、うんうん、それでいて私を家に持ち帰ろうとしているのマジ、そこまで言ってた、行くわけないみたいな。あ、海外のなんかアメリカのね、ノリだよね、その辺ね。でそれ聞いてる女性陣がうおみたいな、アメリカのノリだな感じのこと言ってたんで、ちょっとそれで、あ、まあ、なるほどね。だからデートの時に男がおごるべきかどうかみたいな。いや、そうそう、ここならちょうどいいんじゃないですか。まあそうだね、そんな重い話ではないからね、うん、じゃあまあその僕が、うん、まあ乙女だとして、はい、でもそうじゃないですか、やっぱり私は、うん、その女の子ってやっぱりそのデートするのにあたってのさ、うん、やっぱこうかかる費用というか、はいはいはい、やっぱまあその可愛い女の子として思われるためにね、うん、デートするっていう風に、うん、まあその行動に移すときは、うん、やっぱりこうまあいろいろその身にかける、うん、金額が高くなるから、うん、まあ、その分といったらあれだけども、うん、そのデートの時は男性にやっぱちょっと出してもらいたいっていう風な考え方があってもおかしくないんじゃないかなって私なんか思うんだけどな、うん、あ、もうこれそういうことなの、初デートぐらいの感じ、これ居酒屋の居酒屋っていうか、もうなんか レストランかどっか の、 レジ前のやり取りぐらい、テーブルチェックの時かの手で行く、うんうん、あ、何なんかそのストリート口喧嘩ファイトみたいなイメージでやるっていう、あ、いや、なんかもうすれ違って、なんかなんていうのかな、男と女がさ、こう道端でさ、こうすれ違うじゃん、うん、で、女の子が払う払うって言って、男の子が払わない払わないって言ってて、それをたまたますれ違った瞬間に、お、なんだてめえやんのか口喧嘩ってなった手かなっていう状況をちょっとね、何、出会って5秒で口喧嘩、口喧嘩そういうビデオまあまあまあいいですよ、じゃあその、うん、その想定でさ、はいはい、まあ今お会計の前で、うん、レジの前だとしましょう、はいはい、あれでくれてもいいと思うけどな。いやー、でもね、そこはちょっと割り勘か、いや、なんなら割り勘じゃなくて、あなたが全部払ってもいいんじゃない？どういうこと、どういうこと？いや、あんま聞いたことないけど。いや、あなたはなんていうか、要はね、そのさっきメイクしてとか、なんかネイルやってとか、髪やってとかっつってお金かかってるって言ってたけど、うん、そんなことを言い出したんなら、僕だって知ってます？男性と女性って生物学的に1日で必要な活動量、カロリーの必要な量が違うんですよ。はいはいはい、で、大体成人だと、まあ、僕らみたいな成人だと1日男性は女性よりも700キロカロリー多く取らないといけないんですよ。うんうんうん、そうですね。で、今日僕がこうデートします、うん、はい、このデートをするために生きてきたじゃないですか生きてきた、餓死せずに生きてきたじゃないですか僕が、うん、そのためには毎日毎日僕はあなたより今日生きてくるために700キロカロリー多く取ってきてるんです。あ、僕は生きるために700キロカロリーってだいたい、まあサラダ専門店で、まあ、ケールサラダにブロッコリーとあと鶏胸肉追加してまあだいたい1200円ぐらいですよ。それで400キロカロリーぐらいですよ、うん、だからもう1200円かけるまあ2取らないといけないですよね、うんうん、僕は生きるためにあなたに比べて毎日2400円多くかかってるんですよ。いいんですかあなた、今日デートしましょうって言ってデートする相手が餓死しててもいいんですかここにいないですよ僕。
そう考えたらむしろあなたの方が払うべきじゃないですか。でもその意見に関しては反駁意見を述べさせていただきたいんだけど。反駁意見？まずその生きてきたって言うけれども、別にこのデートが成立してなくてもあなたって生きなきゃいけないわけじゃないですか。別にここまでそのデートに関わらず、デートに関係ない状態でこの今日までたどり着いたとしても、あなたって生き続けるための活動をしなければならないので、人間って別にそのカロリーは自身のためのカロリーとして消費をしているはずなので、ここでの新たなお会計に関しては関係ないと思うんですよね。あと今の理論を話すときに、なんでわざわざサラダ専門店に行ったんですか。サラダ専門店ってカロリーがわざわざ抑えられている食事の店ですよね。そこで1200円のカロリーのところを消費したっていうふうに話をしてましたけれども、だったら揚げパン食べればいいんじゃないですか。揚げパンだったらあっという間に安くて100円200円とかでカロリー摂取できますよ。あれ右腕が持ってかれた。具現化バトル。やるじゃねえか。聞いたぜお前の攻撃。具現化バトルだこれ。だが言わせてもらうぜ、はっきり言って、さっきあなたが、別にあなたは今日のデートがなくてもこれまで生きてきた、これから生きていくって言ったじゃねえか。それは違うぜ。な、何？俺は今日お前と出会うために生きてきた。うーっとそして今日からお前にまた会えないというのなら、俺はこの場で死ぬ。うわあ、これ何？いいのか、俺ここで死ぬぞ。ちょっと待って、デートじゃなくない？これなんか脅迫かな、脅迫なのか告白なのか分かんない。だからこれからも俺を生きさせるために結婚してください。こんな私でよかったら、こんなクソカップルいるか。どうぞよろしくね。最悪だから最悪だから。違う、ディベートって結ばれないから、うん、あ、結ばれないのか最後。え、そうなの？最後結ばれないから、最終的に何ていうのかな、脳死は人の死か否か のどっちもが最終的に結ばれる運命じゃないのあれ。ちょっともう全然うまくできないじゃないですか。いや、なんだろうね、なんかリアルすぎてあれなのかな。まあ俺若干別に払ってもいいと思ってるからかな、うん、まあ俺もそうなんですよね。あると嫌だな、なんか世間体を気にしちゃうっていうか、あ、なんていうか自分が本当に思ってないこともディベートに勝つために言わないといけない。あ、確かにそれはそうかもしれない。なんかね、だからそれがちょっとなんか乗ってこない感じっていうか、あ、じゃあ、うん、ないディベートしようぜ。ないディベート、成立するのそれは。まあ成立はすると思うよ。だからないディベートで、ない方とそうじゃない方に分かれて、何もないじゃんここ。もうここいや、もうないよないよ。でもそうしたらやり存分にやり合えるでしょ。もうそうです。ファンタジーディベート、ファンタジーディベート、うん、だからじゃあお題としては、うん、おぞめき様、おぞめき様、おぞめき様の天星界平白の周期が牛虎か木のエネかどっちみたいな。何言ってんの。何も言ってないよ。おぞめき様の天星界平白の周期、平白、天星界平白の周期が、周期が牛虎か木のエネかでディベートしようぜ。いや木のエネでしょ。あ、木のエネ、はい、いや俺絶対牛虎だと思うけどな。え、そう、うん、え、だっておぞめき様って、うん、400年に一度、うん、この世が大きく揺れるほどの叫び声を上げるでしょ。はいはいはい、まあそうだよね、うん、あれって400年に一度が、うん、木のエネの周期と被ってませんか。いやでも、いやそれ被ってる方が良くないのよ。だから昔は今ほど社会も発達してなかったから木のエネで良かったの、別に被っても、うん、明治維新までは木のエネが主流だったみたいな、うん、でも時代に応じて変わっていかないといけないじゃないですか、うん、だから牛虎にずらした方が地蔵めき目たちも働きやすくなるっていうか、地蔵めき目、地蔵めき女たちも負担が軽くなるじゃないですか。そういう人権的なこと考えたら絶対牛虎の方がいいと思うんですよ。いやでもおぞめき様がその、うん、木の縁なのか牛虎なのかっていう会話がありますけれども、うん、そもそもココリコ様が、うん、牛虎の方からでの派生で生じたものなので、うん、やっぱりそれを相対する存在として、うん、立ってた宗派っていうのが、うん、今の学会では、うん、多く語られているんで、うん、そことの関係性を鑑みると、うん、ほぼほぼ木のエネ
派であるっていうのがやっぱ確定するんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、でもそれはこれまでの話ですよね。ココリコさんももう今目ちょげ鼻ちょげの風習が薄れているからっていうので、それもあの牛虎の方でいいんじゃないかっていう話も出てるんですよ、うん、そう考えるともうまとめてお染木様もココリコ様も牛虎でまとめてやっちゃった方がタイミングは400年に一度の周期とずれるしいいんじゃないかっていう話をしてるんですよ。いやこれってその白役に対してのそもそもの考え方の相違があると思っていて、うん、はい、あのこのココリコ様とお染木様が、うん、あの生まれた時、うん、あの初めて生じた時が、うん、あの0歳と夫婦にあの認識するのか、はい、それとも人々を襲ってあの食い始めたところのあそこの、うん、カオスマターの議員のところが、はいはい、あのそもそもの0と認識するのかによってやっぱりあの大きく変わってくると思うんですよ、はいはいはい、だからまずそもそもの出発点をあの、うん、明確にしないとこれの結論っていうのはまた出ないと思うんですよね、うん、そうなるとでももうあのそれを太陰暦でやるのか太陽暦でやるのかそれとも陰陽暦でやるのかそれとも銀河系マター暦でやるのか、うん、それによっても違ってくるじゃないですか。まず基準を揃えないといけないと思うんですよ、うん、そこに関しては僕も賛成で、あの、うん、基準に関してはでもこれって、うん、あのお染木様の、うん、あのその封印の、うん、封印委員会の皆さんの方で、はい、あのカオスマターの儀の日が、うん、一番その設定すべきだっていう論文が、うん、あの昨年提出されたので、うん、僕はそれを中心に400年400年っていうので考えてるんですけれども、うん、あなたはその話をしてませんでしたよね。いやでもその論文は確かまだ宮内庁の査読がついてないんでまだあのアクセプトされてないと思うんですよ。でそうなってくるとその論文っていうのは一旦外して考えた方がまだあの確実かなと思うんですけど。うるせえバーカ、うるせえしいねえボケ、アホアホアホ、なんだお前やんのかこれ、ぶっ飛ばすのね、俺ジム通ってんだぞ、おいおい外出ろよお前、おいなんだお前この野郎、おいまた熱くなっちゃったねファンタジーディベート熱くなっちゃうからなちょっと最終的に暴力になっちゃうからあのね、うん、普段使っていないところの脳みそを使ってずっとないこと言ってんだもん二人とも無の時間変な汗かくわ。いやもうマジですごい頭フル回転させたけど何も出てこなかった。何もだって何にもないもん何もないもんだってへへあいつもお染め木の木にようやく足を突っ込んだから、ヒーン。ハゲのジジイよ経験者なのかファンタジーディベートも。もう勘弁してください。もういいや。みんなで口喧嘩もなく平和に暮らしていこうぜ。平和に暮らそう。もう。それが一番。なんやねん、これ。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。